サムのサイバー部屋計画第4弾、はい、ついに僕のサイバー部屋が完成したので、今日はルームツアーに皆さんを連れて行きたいと思います。待ってました。じゃあまずはその前に第4弾でやった DIY の様子をご覧ください。こちらです。手伝おうか。もう一度やつを貼っといて、ここでこう押さえて、うん、釘でこうやれば。おい、なにこれね、ダンボールやんけ、お前。え、あるやつ貼ってたらいいんじゃない？これのゴミやから。あ、ゴミ？うん。はい、そんなこんなで僕のサイバー部屋完成したんで、早速ルームツアー行きたいと思います。お願いします。どうぞ。はい。さあ、ん？はい。いや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 、全然サイバー感ないやん。ああ、一旦扉閉めて。あ、扉閉めたね。はい。じゃあ行きますよ。アレクサ、うん、サイバー。おお、すごい。めちゃめちゃサイバーや。すごっ。うん、音楽に合わせてこれ動くね。あ、そうなん。光がね、かっこいいやん。かっこいいやろ。うん、あのちょっと音楽うるさいんで一旦止めます、うん、はい、アレクサ音楽止めて。はい、ちょっとうるさいんでね。ちょっとうるさかったね。はい、はい、あ、じゃあまずはね、うん、入り口入ってすぐこちら手作りのハンガーラックです。いいですね。以前の動画で作った DIY、うん、服ももちろん2段にかけれるんですけど、うん、こういうね、帽子とかカバンとかかけるとこもついてて、うん、めちゃめちゃ便利ですね、これね。いいと思います。大変やったけどね。はい。次、枕元の方見てもらって。枕元。おお！どう？この 3D ウォールパネル。かっこいい！めちゃおしゃれじゃない？うん。で、その麓にはこのベッドテープライトのネオンが光ってるっていうね。え、ラブホやん。どこがやん。いや、ラブホでしょ、これ。サイバーやから。で、この壁一面に張り巡らした、うん、あの防音材。いや、ラブホやん。ラブホちゃうねん。いや、そういう声が漏れへんようにやろ。違う、そのここでな、うん、動画撮ったりとかして隣の人に迷惑かからんように防音材つけてんのよ、うん、あ、ちゃんとした理由があるん、うん、ラボホちゃうで、サイバー部屋やから。あ、そうな、うん、でね、さっき紹介したから、うん、ネオンもあるんですけど、え、これラボホちゃうの？ラボホちゃうって、そのあえいだ声によって、うん、反応すんねやろ。なんでそんなことすんねん。あっなるけどちゃうねん、音楽とかと連動するのが目的やから。あ、そっちね、うん、あ、はい。でね、うん、ここデスク周り、まあ、いつもね、ここで YouTube の編集とかやってるんですけど、うん、このね、照明で手元見やすくしたりとかね、はい、で、このスクリーンが、うん、アームを取り付けたんで、こうやってこう、おお、動くようになって、はい、ちょっと見やすくなったんですよ、こうやってね。あ、やましいビデオも見れる。ミディそれは、はい、このあアームに取り付けた iPad でこうよ。ああ、めっちゃいいやん。こうこれめっちゃ便利やで。手動かさんといて、うん、ちょっとこれはこれで便利やから、ね、あ、確かにね、おすすめですよ、これ。はい、で、まあこのね、遊び心も忘れないこのパックマンね、かわいいやろ。かわいいですね、はいはい。で、まあこちら側にも一応このね、はい、ホームエアーの、あー、いいね、ネオン、はい。で、こっちにもテープライトで光らします、この。あ、確かに、あ、いいね。このね、反射で光らせるっていうのがやっぱテープライトめっちゃおしゃれやから、うんうん、これめっちゃおすすめ。あ、で、機材も。そう、これね、YouTube の撮影の機材とか、うん、まあ、コントローラーとか、うんうん、あの、ミディキーボードとかね、はい、置いてまして、うん、まあ、このスピーカーも昔から使ってるやつなんですけどね、うんうん、サイバーに合うかなって。まあ、透明なんはいいよね。うん、まあまあ、あとはね、このお香立てとか、うんうん、で、この加湿器もスマート家電なんで、はい、冬になったら自動でつくようになってますし、うん、まあ、この辺は香り系ですかね。おー。はい、まあまあまあ、はい、これ忘れてた。うん、この時計見て。うん、めっちゃサイバーじゃない？確かにね。だいたいね、サイバー時計ってデジタルなんよ、うん、あ、そうやね。でも俺は時間見やすいっていうのと、うん、あとこっちの方がデザインかっこいいなっていうので、あえてアナログのこの針の時計をね、うん、探したんですけど、マジでもう一択。しかもこれ、あの、電波時計やから、お、時間狂わんっていうね。ずれない、うん、それはいいね。ちょっと高かった1万円くらいしたんですけど。高っ。
でもね、めっちゃ気に入ってるこれは。うん、うん、やっぱサイバーベアっていうのはこういうネオンがね、いろんな色に光るんで、うん、あえてこの白と床、うん、張り替えたこの黒を基調にすることによって、うん、そのネオンという主役を邪魔しないっていうのを意識してね、ちょっと配色白と黒で統一しました。考えられてるってことですね。はい、考えました。大丈夫。はい、はい、まあそんなもんすかね。はい、まあ、収納もじゃあ白で統一して、うん、そう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 、いろんな、あ、まあ剣といてな。あ、ここもネオンのね、ネオンカラーの。じゃあただの服やもん。ネオンカラーのね。サイバー感ないからあんま剣ない。確かにね。おい、あかんあかんあかん。おい、どうしたどうした。何してんの。ああ、アダルティーなグッズがたくさん入ってる。俺の枕元の秘密の部屋やねんから開けんなよマジで。え、ラブホ。いや、ラブホちゃうってだから。ラブホよりサイバー部屋やから。ラブホやねんけど。これからもちょっとずつね、いろんなとこアップデートしていこうかなとは思ってるんですけど、うん、一旦このサイバー部屋でよりサイバーな動画をいっぱい作っていきたいと思いますんで、引き続き皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、開けんなってやめろってダメですか。ダメやね。ありがとうございました。ちゃうから